日本とイエメンの関係では、日本とイエメンの関係について外説する。日本は、従来から、北イエメン、南イエメン両国ともに、国家承認し外交関係をそれぞれ有していたが、1990年5月22日には、イエメン共和国成立が起こり、翌日の5月23日に日本はこれを、国家承認、5月25日に、改めて外交関係が樹立された。 その後、1990年7月には、アデン出張駐在官事務所を開設するも、イエメン内戦などの情勢不安があり1997年12月には閉鎖された。一方の日本では、1990年11月に、イエメン、日本友好協会が設立されている。2011年イエメン騒乱では在イエメン、日本国大使館が3月に一時閉鎖され、 12月には、業務が再開されるも2015年イエメン内戦の勃発により再び閉鎖し、現在に至るまで在サウジアラビア日本国大使館がイエメンの大使館業務を喧嘩している。なお、2015年の時点で、隣国やで中国海軍などの協力もあり、在留邦人はイエメンを脱出している。イエメンはアラブ最貧国であり、紛争地の一つでもある。 そのためイエメンにレベル4対比韓国の危険情報が継続的に出されており、観光客や在留邦人はおらず交流は限定的であるのが実情である。2007年から2011年までは首都サナーで2009年にはアデンで日本文化週間が開催されたことはあるものの、これは情勢が悪化する以前であった。 紛争が続き、貧困やこれらが蔓延するイエメン情勢は21世紀最悪の人道危機として知られており、日本はイエメン支援会合と呼ばれる国際会合を通じて、たびたびイエメンに人道支援を繰り返している。2017年4月には約6200万ドル、2018年に4月には約3900万ドル、2019年2月には 約5280万ドル。2020年6月には約4120万ドルの人道支援が表明されており、医療や教育への貢献度は高い。また、経済援助やその一環として、債務の繰り越し、返済の免除なども言っており、2017年には、エジプト回路で、非営面外省会談を開催。停戦や和平、復興、人道支援のためのさらなる。 日本の援助についてが話し合われている。ニューヨークで行われるイエメン人道状況会合にも日本はたびたび出席し、イエメンにさらなる支援を行っていくことが表明されている。貿易関係は、イエメンの2019年対日輸出額は314.17億円に上ったのに対し、対日輸入額は4.61億円と、イエメン側の黒字となっている。 理由としては、イエメンは産油国であり、わずかながら日本に石油を供給していることが挙げられ、またコーヒーや魚介類といった欠かせない食品も輸出している。一方、日本から輸入しているのは機械類や自動車である。ありがとうございます。